はい、やっほー皆さん、こんにちは、しおちゃでーす。イェイ、しおちゃです。はい、積み込みですね、またやっていこうと思ってます。セルフローダー、アウトリガーで上げてます。今回ね、もう地面はほぼ平らです。高さはないです、普通です。何の変哲もないね、積み込みをしようと思ってます。変哲がないといいんですけどね。もうこればっかりは扉だから欲しいなんて。言ってられません。普通に安全に積み込みましたいなと思います。YT ですね、ロータリーついてます。ゆっくり上がっていきましょう。ここからこっちに打つところですね。一人しかいないんで、ブレーキ上長でかけて降りてきて下ろすしかないんで、そこはちょっとね注意ポイントになります。はい、じゃあこの辺に置いていきましょうか。取れ高がないことを願って積み込みしていきましょう。では、いえ、
よかった、無事だ。はい、というわけで無事詰めましたと、何もトラブルが起きなくてよかったですね。はい、取れ高ありません。まあ取れ高というかね、これあの積み込みのね安全っていうのは前の積み込みの時にもね、あのいろいろコメントでアドバイスいただいたんですけど、あの安全に積むためにね、また何かこういいアドバイスがあればね、ぜひ教えてください。一応前から積む方がやっぱりうちはいいような気がしてます。後ろに積むのはやっぱりなんか難しいし、なんか違うなと思っております。まあ頂上での得意でね、ブレーキさえしっかり止まればね大丈夫かなと。登った来たところでブレーキがどうしても効かないとか、サイドブレーキが甘い車なんかはちょっと2人やらないと絶対無理かなという感じはしますけども、そうでなければまあこれでなんとか積み込みはできるかなと思っております。はい、では、気をつけてこの先も先を積み続けていきましょう。このねのどかな、土地伊布までのね作業が大体終わりましたんで、また平場に戻ってですね、最後ラストスパートかけていこうと思います。バイバイ、よしおちゃでした。